おや、どうしてマスクを。そうだな、あやつらの実力が相当なものであろうとも、そうなれば確かに容易に正体を晒すべきではない。お前の機転が効いたおかげで。では引き続き進もう。彼らには、私たちに賛同する者はたくさんいる。すぐに会えるだろう。少し前にセピロス騎士団の人間がこの場所を片付けたと聞いてな。モンドではやはりここが隠れるにふさわしく、土地も開けている。ボロくて貴族の品格にはそぐわないが、それも我慢するしかあるまい。っていうか、もう少し早く歩けないのか。無論お断りだ。貴族はいついかなる時も優雅さを保つ必要がある。落ち着きがなければみっともないからな。やっぱりファデュイだ。やっぱり。城内でよく見かけるからな。相当な実力者だろうなって思ってたんだ。ただの野蛮なよそ者だ。努力はあるが教養がない。まあ取引の対象。待った、この者たちは。話す必要はないと思うが、私が連れてきたんだ。客人に決まっているだろう。客人に無礼を働けばローレンス家からの咎は避けられないと思え。しかしこのことは機密中の機密、用心に越したことはない。貴族の行いを貴様が指図するな。これ以上の無駄口はごめんだ。道を開けろ。偉そうに。こいつに何ができるって言うんだ。わかった、入れ。貴族のメンツって便利なんだな。当然だ。これが名声という力だ。前世紀であれば貴族に対しあんな言葉遣いで話すなど言語道断だった。貴族の目くばせ一つで人の生死を決めることだってできた。その栄光もいずれ私が取り戻す。こいつどこかで会ったような。こいつは信用できないものを勝手に連れてくるのはやめてもらいたい。私の新たな盟友だ。ローレンス家の名に誓って。彼、我々の計画は機密なんだ。部外者を参加させるわけにはいかない。それに最近騎士団に外の人間が加入したと聞く。モンド周辺で活発に行動しているらしい。それはありえない。彼は旧貴族の礼儀作法にも詳しい。私も彼に敬意と信頼を表す必要がある。騎士団の人間はこの死のことを否定し続けてきた。こんなにも完璧に礼儀作法をわきまえるなど絶対に不可能だ。その小さいのも。オイラがどうかしたか。もういい。私の言うことすら信用できなくなったのか。誰のおかげでモンドで行動できているのか忘れたわけじゃないだろうな。ローレンス家の支援がなければとっくに騎士団に追い出されていただろう。貴様は私の友を侮辱した。今すぐ心から詫びてもらう。わかった。あんたがそこまで言うならもう何も言うまい。本題に入ろう。約束していたモンド城の防衛地図は持ってきたか。早速そんな生々しい取引を。ああ、当然ここにある。どれどれ、なんでこんなに見づらいんだ。線がくねくねしている。それにこの四角や丸はなんだ。なんだと。それは私が長時間かけてコツコツと書いたものだぞ。それにそれは四角や丸ではない。セピロス騎士を表すマークだ。まあいい、見づらいがどうにか理解はできる。この情報が正しいという保証はあるんだな。当然だ。安心するがいい。それとローレンス家の旗を騎士団本部の屋上に掲げる約束を忘れるなよ。あの建物の所有権並びにこの町全体の管理権はローレンス家のものだ。ああ、
互いに利のある取引なんだ。利益の駆け引きをするつもりはない。この情報は存分に使わせてもらう。そうだ、外交に影響を及ぼさないためにも、いかなる場合でも我々の身分を明かさないでくれ。安心しろ、このことは私と貴様、そして私の友人のみが知ることだ。他には誰もいない。その時が来たら、私は騎士団本部の屋上からモンドに対する奴らの軟弱な統治を批判してやる。全ての市民は今一度このローレンスに屈服するのだ。帰ってきた、私は帰ってきたぞ。はあ、最後に一つだけ忠告だ。軽率な行動はよせ。ではこれで。ではこれで。急にどうしたんだ。モンド城セピロス騎士団栄誉騎士、そしてその最高の仲間パイモン。お前たちの邪悪な計画を打ち砕きに来たぞ。私を騙しただ。我々が誇る礼儀作法という噂で私の信頼を騙し取ったのか。そういうことを盲目的に信頼する方が悪いんだぞ。長きにわたり計画してきたのに、こんなことでバレるなど。待っていろ。はあ、やはりこうなったか。最初からこんなバカな貴族を信用すべきじゃなかったな。しかし情報は確かに手に入れた。時間を無駄にはできない。あいつら別々の方向に逃げたぞ。中は行き止まりだったはず。先にファルインを倒して、それからシューベルトを捕まえよう。へっ、新天道地は。見せるのはほんの一瞬だ。いや、扉が開いたぞ。早く。え、あれはエウルア。離せ、自分で歩ける。どうやら間に合ったようね。確かにファデュイがたくさんいるわ。あれ、君もここにいたの？調査は終わった？まさか、こやつの礼儀作法は全部お前が教えたのか。しかしお前はそんなこと気にもしていなかったはずだろ。それに一族のしきたりを部外者に教えるなど言語道断。ああ、そんなこともあったっけ。それでそうしちゃいけない理由でもあるの？お前は一族のタブーを犯した。私がずっと準備してきた計画を台無しにしたんだぞ。おじさんがすごく力を注いでいたのは分かっているわ。でもこれはやってはいけないこと。もちろんそれくらい知っているはず。セピロス騎士として見過ごすわけにはいかない。まだセピロス騎士などとんたわけが。いいか、私はお前のおじだ。お前はローレンス家の人間で、一族の栄光を取り戻すことに専念すべきなんだ。今ならまだ許しを請うチャンスをやろう。そこのセピロス騎士を全員やっつけて私と来い。そうすればお前のために話を通し、やり直す機会を与えよう。ちょっと意味がわからないわ。セピロス騎士にセピロス騎士をやっつけろって。もう一度言う。お前はセピロス騎士などではない。我ら一族の末裔だ。ローレンス家の血が流れている貴族だ。一族の意志に従わなければならない。でも今の今まで私がいつ一族の意志に従ったというの？お前、大逆無道なやつめ。怒るべきなのは私の方だと思うけど、自分がローレンス家の一員であると知りながらモンドの安全を脅かすことをしようとしているなんて、一体どれほどの人に迷惑をかけるか。そしてこのことを鎮めるために私がどれほどの人から恨みを買うか考えたことある？
私に説教しようというのか。そうよ、説教しているの。おじさんが最も大切にしている。私はおじさんが言っていた栄光の時代を経験したことがない。それに対する一族の強い固執も理解できないわ。それでも物事の良し悪しを判断するくらいの能力はある。自由がモンド人にもたらす意義もね。ローレンス家は絶対におじさんが考えているようにはならない。なんておぞましいんだ、一族の恥さらしめ。よもや一族にお前みたいな大逆無道な化け物が現れるとは。情緒不安定になってるぞ。優雅さのかけらもないな。何を言っているかわからないわ。彼を連れて行ってちょうだい。私と栄誉騎士はまだやるべきことがあるから。君たちが動いたということはもう決定的な証拠をつかんだということでいいのかしら。さっきこっそり見たんだけど、お前のおじさんがセピロス騎士の見回りルートといろんな情報、ただの自堕落な中年かと思っていたけど、まさかここまで執着していたなんて。ひとまずその地図を回収しましょう。
害は避けられないようだ。一斉にかかれ。バデューに歯向かったことを後悔させてやれ。全力攻撃だ。目には目を。兵糧のようにうなれ。では行けよ。ジャッジメント。静かに。早く体勢を整えよう。そこ。よっ。はっ。目には目を。よっ。よっ。難攻不落。ジャッジメント。はい。静寂。これね、追っている間にコピーを作られたかどうかまではわからないけど、少なくとも彼らの操り人形であるおじさんがいなければモンドに攻め入ることもよ。ハデュイがお前のおじさん。確かに。でも操り人形を通してモンドを支配するので、いかにファデュイでも今すぐ攻め込んでくるとは思えないわ。そうなったら彼らの相手はも。とりあえずこのことは私から代理団長に報告しておくわ。きっと彼女がきちんと処理してくれるはずよ。そうだぞ、現れるタイミングがバッチリだったぞ。それは以前私の追っていたファデュイを君たちに撃退されて手柄を奪われたでしょ。だから今回は君に復讐するために来たのよ。手柄を奪われたのなら奪い返すってね。ここまで長い時間一緒にいるとお前の話もだんだんと分かってくるな。本当はうすうす気づいてたんだろ。こっちに何かトラブルが起きるかもしれないって。それでオイラたちとお前のおじさんを心配して正体を引き連れてきたってことだよな。復讐しに来たの。勝手に私の意思を曲げないでちょうだい。でも小さいの、見た目は賢くなさそうなのに意外と頭が働くわね。この恨み覚えておくわ。見た目は賢くないって二人とも。これで私たちは深い君たちが灰になっても絶対に忘れないんだから。おう、かかってこい。その息よ。じゃあ私は地図を騎士団に持って帰るから、後のことは私に任せて。あ、また会おうな。もちろんまた会えるわ。次会うとき私をがっかりさせないでよね。